福岡のギャラリーのロペコです。ハンドメイド作品をご紹介していきます。こちらの4点ですが、手編みの刺繍です。もこもこフリフリ可愛く仕上げてあります。アップで撮影していきますが、お花の部分も手編みです。本体の毛糸は茶色でもこもこしています。パープル系の毛糸に白いお花が可愛いです。こちらのお花も手作りですが、トルコの伝統的技法のイーネオヤという技法で仕上げてあるものです。髪の毛に使わないときはこのように手首につけても可愛いです。